目指せポケモンマスタージハーディータカシです。今日は海洋画を使っていく。過去作の禁電環境において海洋画はランクマ使用率トップ3常連で、スカーフ海洋画で潮吹き打ってるだけで試合が終わることも頻繁にあるような最強格のポケモンだった。しかし今作、スカーフ潮吹きで打ち勝てないミライドン・コライドンの登場などによって海洋画の地位は脅かされていて、なんと現在時点での環境使用率は30位以下。前世紀と比較すると没落したように見えるものの、特攻150、特防140のスペックは何ら色あせるものではないので、今日は SV ランクマ環境適合型の海洋画を使っていく。今回の型は HC ベース突撃直気持ち海洋画。スカーフ潮吹きで上からワンパンするのではなく、自慢の特防を生かして相手の攻撃を耐えながら殴り合っていくというコンセプト。特性貯水の水オーガポンやテラスタル水によって水技が通らない盤面も想定できるので、技を打ち分けることができる直気型の方が現環境には刺さると思うんだよね。過去作のように海洋が短期で特攻して試合を決める対面エース的な使い方は通用しづらくなったと思うので、雨を絡めて試合中盤から盤面を動かしていく中堅的な役割で運用していくイメージ。今回は追い風エルフーンやエレクトロビーム型ブリジュラスと組ませて展開を仕掛けてみようと思うので、海洋画の取り巻きたちの活躍にも注目してやってくれ。ではランクマ行ってみましょう。マッチングしました勝太郎さん、対戦お願いします。相手の禁電枠はバドレックス黒馬城の姿、そしてパオジアンに轟く月、暁がチグマ、ラグラージにハッサムという構築。これ起点型のラグラージと組んでるってことは、バドレックスがスム系なのかな、悪巧みとか身代わりとか持ってる、やや耐久寄りのバドレックスの可能性もある気はするが、まあエルフーンから入ってで海洋画に繋いでいくムーブでいいような気はするけど、そこにハッサムがちょっと重いような気はしてくるか。あと何気にパオジアンから入られるのが一番きついな。まあパオジアンが重いからスカーフウーラオスは選出しておきますか。ということでエルフーンから入って海洋画、水ウーラオス、まあエルフーンインでいいんじゃないですか。これでいきましょう。さあ相手の先発は運命感じる轟く月。いやこれ激鱗無効の叩き落とすも半減だけど、アクロバットあったら弱点ついてくるんだが、アクロバットなさそうか、ブーストエナジーじゃないってことは。一回追い風から入ろう。いたずら心でいきなり追い風を撒いていきたいが、おお、これいきなりテラス切ってくんのマジ。鋼テラスだ。鋼テラスアイアンヘッドか、これ。まあ、どのみちこれ素早さの関係によらず、いたずら心で上から追い風は負けて、そしてアイアンヘッド。これね、鉢巻き感じるね。だったら多分、殺されるよね。うん。まあ、しょうがねえ。これはね、この後、ウーラオスは出しづらいんですよ。てかまあ、追い風があるから、その素の素早さが速いスカーフウーラオスを出す必要はなくて、もうここはもう海洋が出していくわ。海洋画の潮吹き上から打っていこうぜ。ギーン、わわわわわ。俺ね、海洋画の鳴き声大好きなんだよな。さあこれはまあ一旦素早さ上取れてるから、脳死潮吹きで一回はいいんじゃないのか。これに対して受け出せるようなポケモンもいないでしょ。潮吹き行くぞ。あ、しかも通った。え、これ持ってけないか。はい、轟く月ワンパンしていく。お前はな、エルフーンのことだけを考えてドラゴンタイプを捨てたことが敗因となったんじゃないのか。しかもこれもうきつくないか。アメ潮吹き受け聞くやついないでしょ。パオジアンか。パオジアンはどうしよっかな。フル HP で温存できるんだったら温存してもいいんだよな。雨残り4ターンもある。ウーラオスに交換するわ。どうせこいつタスキでしょ。タスキからの、なんか、まあ、アクアザかなんか打ってくるんだろうから、ウーラオスに交換して、で、アメ水流レンダー打ちまくればいいんじゃない?まあ、基本的にタイプ相性でだいぶパオジアンにウーラオス有利だから、交換でいいわ。まあ、追い風は枯れてしまうけど、別にいいでしょ。噛み砕くだ。うん、いや、すごいダメージなんだけど。嘘でしょ。ただしこれは、アメ水流レンダーの餌食でしょ、こんなもん。全員。まあ、一応これ相手の受けを許さないために、もう水テラ、アメ水流連打行くわ。あ、パオジアン引いてくる。いや、じゃあもう、これ、なおのこと、水テラ切って正解でしょ。いや、バドでしょ?いや、こんなもんお前、受かる代物だと思うな。もう絶対ぶっ飛ばす。お前の受けを許したくないから、今もうテラサル切った。これはね、水テラ、アメ水流連打で、バドレックスがどんだけ耐久に振ってようとぶっ飛ばせると思う。
舐めるなよバドレックスの、もうしお前のことをむちゃくちゃ意識してるからこの構築。まず、特化、水テラ水流連打で耐久無振りのバドレックス、黒バドを確定一発で、あと追い風かで海洋画が、このバドレックスをちょうど抜けるだけの素早さ調整してる。もうぴったりバドレックスを抜くためだけに若干だけね、あの素早さに振ってるんだよね海洋画。海洋画は素早さに12だけ努力値を振ることによって最速バドレックス抜けるんですよ、追い風かで。なんかもう完璧でしょ多分これ。水流連打でぶっ飛ばせると思う。こんなもん耐えてこないでしょ。あ、すごいダメージだすんげえダメージだ。いや、これが強い。一人で試合を決めるのではなく、雨を降らせて裏のエースにつなぐ、こういう使い方もね、てかこういう使い方が新環境における海洋画の輝き方だと思う。ありがとうございました。マッチングしました。ウーロンさん対戦お願いします。なんかウーロン茶のウーロンとも読めるし、オーロンゲとも読めるよな。で、なんかすごいパーティーだこれ。あのゴリラはダブルバトル用のポケモンかと思ってたけど何するんだろうか。相手の金電枠はミライドンにルチャブル。ルチャブルはおそらくエレキシードを持って素早さを上げてくるんじゃないでしょうか。まあ、ミライドンの先発が怖いから、とりあえずエルフーンから入って、で、海洋川出すんだけど、まあ、全然通り良くないわ。ウーラオス出して、まあ、ミミキューに圧かけるのもありだけど、マリルリで完全に止まる気がするから、この試合ブリジュラス出すのありじゃない？そうすりゃ、まあ、ルチャブルにも勝てそうな空気はあるけど、ミライドンだけむっちゃ注意が必要。これでいきます。相手の先発はミライドン、これがやばいからとりあえずエルフーンから出さないといけなかったんだよな。ミライドンの電気技もドラゴン技もエルフーンには半減以下だから、一応対面的にはだいぶ有利ではある。テラバースと氷とか持ってるクソやばいやつだったら、まあこの相性は変わるんだけど、初手からそんなリソースを切ってくるかどうか。一回追い風を打ってから考えよう。ボルトチェンジなんじゃないのかなという気もするけど、追い風、いたずら心で先制で追い風が入っていく。あ、ボルチェンなんじゃない、さすがに。トンボ返り採用なんだ。トンボ返り採用のミライドンはまあこだわりだと思うんですよ。まあこだわりでしょ。こだわり以外のミライドンがトンボ返り持つ意味がわかんねえから、どっちがいい、海洋画かブリジュラスかって話だけど、まあさすがに海洋画でしょ。ブリジュラスは雨が降ってないとエレクトロビーム打てないしな。ドラゴン技も持ってねえし。一旦ここは海洋画で圧をかけていきたい。スカーフかメガネかのどっちかだと思うんですよ、ミライドン。一回潮吹き打とう。これって潮吹きの方が威力出るよね、 HP マックス前提だったら。一回潮吹き打つわ。トンボしか打てなくなってんじゃねえの、どうなんそのあたり。うわー、確定2発取ってく。あー、うおー、これ耐えるんだよな海洋が、直帰海洋が。こだわりでも何でもねえミライドン。しかもこれ耐えるの偉すぎない海洋が。冷凍ビームで、こだわりじゃないいいところ出てんじゃねえの。いや、これはね、直帰海洋がのいいところ全部出た。これは素晴らしい。あ、直帰で相手の稲妻ドライブ弱点で食らって耐えて、で技を打ち分けることができるから、あ、だから冷凍ビームで、その潮吹きでこだわってしまうとあれ絶対倒せてないから、技を切り替えて冷凍ビームで制圧しきる。で、何気にこのエレキシードルチャブルやばい気がするんだよな。まあ、ちょっと何も許したくないから、その剣の前を積むとか。一応雷で切りましょうか。弱点だから。まあ、アクロバットだよな。いや、これ、違うか。アクロバット。いや、ま、格闘技飛んでくる可能性もゼロじゃなかったから、今のところはしゃあねえ。ここはブリジュラスを投げましょう。ブリジュラス投げて、で、エレクトロビームで勝負をしていくしかなくなってきてるな。いや、これね、ミライドンが消せてるのだいぶでかい。これはもうテラスタル切って相手の格闘技を等倍で受けて、で、エレクトロビームで勝負するぞ。相手テラス切らないんだ。エレクトロビーム食らっていいのか。これ天候補正でエレクトロビームノーチャージで打てる。で、しかもミライドンが展開したエレキフィールドに乗ってただ乗りできると。だから火力むっちゃ出ると思うけど。飛び膝蹴り。うん。まあ、これ HB なんで。十分耐えていく。あれ？
なんか専用技なかったっけ、ルチャブルって。それじゃないんだ。さあこれで特攻1段階上げながら、フィールドの補正も乗り、テラ1補正も乗り、エレクトロビームでルチャブルをしばいていく。多分倒せる。よし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 、これで B1 段階上昇、特攻1段階上昇のブリジュラスを場に残すことができたけど、雨は上がってしまう。まあいらねえんじゃね、もう雨は。一回エレクトロビーム打てればまあ十分でしょ。いやガポンでここから崩されはしないと思うけどな。さすがにラスターカノンの方が言うて入るか、ボディプレイよりは。特攻1段階上がってるから、で特攻が1段階上昇で210強の一致が乗るから、ラスターカノンの方が、まあ相手の特防の高さを踏まえてもまだ出るような気はするけど、いやする、いやラスターカノンでいいんじゃないかな。どうだ、ボディプレイの方がいいか、これここ殴られるんだったら。ここからはまくられないでしょう。いやもちろんツタコンボが急所に当たったらまずい、間違いなくやばい。まあそんなもん警戒のしようがないからな。いやこの耐え方すごくない、この耐え方。ラスカどうなんかな。あ、いやしっかり確定2発が取れているけど、取れてはいるけど、次も殴られてボディープレスの火力がさらに上がるんだったらボディプレの方が入りそうか、多分。だ実質値200あったぜ。いやこれボディープレス打つわ。まあツタコンボにはかけるよな。なこれは耐え切ってくれると思います、急所に当たらん限りは。偉すぎる、硬すぎブリジュラス。一致ツタコンボを倒倍で食らってこんだけ耐えるのは偉すぎる。ありがとうございました。いやこれは海洋ガの育成、ブリジュラスとのコンビネーション、エルフンとの噛み合い、すべてが揃って素晴らしい試合だった。うん、だからこういうのがやりたかったんだよな。今期の海洋ガの戦い方はこういう感じだと思う。マッチングしました、ボロンさん対戦お願いします。相手の近伝枠も海洋ガで、で、しかもブリジュラスゴリランダーと組ませている、似たような発想の構築ですね。そこにオーニューラ、レイジューランドロス、ディンルーという地面2枚が並んでいるという構築。エルフーンで起点回避も、まあ起点作成もどっちもやらせて、で、海洋ガに繋ぐまでは確定でいい。で、この試合、海洋ガとの素早さの取り合いになった時に、まあ、追い風のあるエルフーンが絶対に価値を発揮すると思うから、エルフーンは出すよな。まあ、ウーラオスは刺さりそうな気もするけど、ゴリランダーに弱いんだよな。ゴリラを重く見るんだったらブリジュラスなんだけど、ただ地面技持ちがあそこに重くのしかかってくるんだよね。いや地面2枚に対してブリジュラス投げるのは違う、これ水ウーラオスで勝負するわ。相手の先発海洋ガ、海洋ガから入ってくるんだ。ほうそうかい、これはどうしよっかな。まあ、とりあえず追い風か、スカーフの可能性も全然あるもんな。ここは追い風から入ります。うわ海洋ガ速攻で引くんだ、はいや。まあ、潮吹きの通りが悪いのと、まあ、草技弱点をカバーできるゴリランダーに交換するっていう手か、まあ、これゴリランダー海洋ガの並びっていうのはうまい保管が取れてるよね。ゴリランダーに対して弱点になる氷技は海洋ガ半減だし、で海洋ガが弱点となる電気技草技はゴリランダーが半減っていう、まあ、いい保管が取れてるわけよ。いやこれちょ草技の一貫やばすぎるわ、絶対これ草技の一貫やばいから、ムーンフォで一回殴った方がいい。殴りましょう。あーあ、でトンボ返り打たれちゃった。いやこれね、あの脱出ボタンなんですよ、エルフンは追い風を展開したターンに速攻で帰っていくための脱出ボタン持ちなんだけど、これ相手のトンボ返り失敗するんだよな。とまあなってくると、これ海洋ガニテラスか、オーガニテラスだな。ごあの相手のこだわりとかは断定できないんで、あのトンボ返りはね、別にこだわりだからトンボってわけじゃなくて、直帰とか来てて、でまあ、上手い感じに海洋ガとサイクル回すためのトンボ返りだと思うんで、これはテラスを切って冷凍ビームを打つけど、直帰ゴリランダーであれば多分ワンパンはできない。まあただ行くしかない。ギーン、わわわわわ、うわ、しかもこれ冷凍ビーム通ってる。いや、硬すぎない?いや、やめろやめろ、それ。それやめろって。終わってるわ。あ、それ終わってるわ、本当に。本当に終わってる。
これそのグラススライダーを被弾しないんだったら潮吹きの方が火力出るんだよな。相手なんかグラススライダーを打つ姿勢を見せてきてないからだから、ここ潮吹き打つわ。ゴリランダーを引いてくる。これ海洋画で半減で受けるっていう考えじゃない。よし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 、いいぞ。ここ潮吹きに切り替えて大正解だ。あ、しかもこれ海洋画に半分入んのおかしい。相手の海洋画に素早さ上を取られるんですよね。でさ、半減の海洋画に対して今潮吹きこんだけダメージ入ったじゃん。これ多分下手したら、まあ、相手の大画の持ち物によるけど、俺の海洋画ワンパンされんだよな。いや、エルフーンもこれ耐えるか怪しいか。いや、これちょっとエルフーンに交換してみるけど、きついかもな、下手したら。だからエルフーンの受け出し無理だったら、もうウーラオスのスカーフで勝負するしかなくなってるわ。波乗りじゃ。いや、危ねえ。波乗りか。まあそうだよね、あの潮吹きの火力は下がってるから、だからごめん、潮吹きを警戒する必要はなかったんか、あんまり。ここも追い風仕掛けようと思います。まあ言うて引くんか。これゴリランダー出されんの結構不穏だよね。うわ、どうしよう。ゴリランダーのアイテム奪うもうなしじゃないけど、多分突撃直帰なんだよな。いや、直帰奪って次ワンパンできるようにするもまあなしではないが、いや、これすり替え打つわ。これもう俺のエルフーンアイテムないし。いや、ただちょっと待って、これでも一回これやっちゃうともう二度と追い風打てなくなるわ。相手のアイテムが直帰だった時、直帰でしょ。いや、そうだよね。いやー、これいらんことした。いやー、いや、いらんことした気がする。これ追い風まだ打ちたいんじゃねえの、この試合って。いや、でも相手の海洋画が最大火力の潮吹き打てなくなってるわけだし、まあいいんじゃねえのかな。いや、だとしてもこの火力ゴミだし。あ、氷溶けた、オッケーオッケー。そしてはたき、あ、はたき落とされたわ。あ、それでいいんだ、ありがとう。直帰いらんかったから、むしろありがてえわ。なんかいろいろ言い訳をつけて、理由をこじつけて、今のすり替えを正当化しようとしていたものの、やっぱりいらなかったから、これむしろありがたい。次のターンエルフンワンパンされないと思う、トンボ返りでも。だからこれムーンフォースもう一回打って追い風展開し直そうぜ。ゴリランダーがやっとここまで削れた。よし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 、これも耐えていく。これでいたずら心で補助技打てるようになったから、追い風もう一回展開できるわ。また海洋画だ。これ回復が入るのも相性がいいんだよな。潮吹きの火力がちょっとずつ回復していくっていうね。ま、言うてここはもう追い風一択、絶対追い風。相手はなんかこだわりっぽい動きを感じますけどね、わからんけど。でこれね、波乗りでは多分死ぬんだ。これウーラオス出した方がいいかもしれない。いや、もちろん雷っていう打点はあるんだけど、相手にテラス切られた時どうなるかちょっとわからん。いや、ちょっと海洋画はゴリランダーを倒すために絶対必要な駒になるから、ごめん、やっぱここ俺ウーラオス出した方がいいと思う。もうウーラオスのインファイトの一環が今ゴリランダーと海洋画に対して取れてる状態だから、いや、ここはさすがにインファイト打ちたくなるけど、もちろんね、霊獣ランドとかの可能性あるんだよな。てかこうインファイト食らったら負けっていうの相手もわかるだろうから、ごめん、ここね水流連打打つわ。あの裏まで削れる一貫する技を選択したい。しかも相手さっきからサイクル回しまくってるから、いや、ここは水流連打打ちたいわ。いや、なんでなん、マジで言ってんの。いや、インファー打たれてたらどうするつもりだったんだこれ。いや、でもこれこだわりでしょ。波乗りだったらさすがに死なないよね。あ、波乗りだ。え、これ死なないっすよね。あ、いや、危な。まあこうなるとしても海洋画の HP は温存しないといけなかったと思いますけどね。で、これでゴリランダーを死に出されたら、てかその海洋画、俺の海洋画が削れてる状態でゴリランダーのグラススライダーに縛られたらもう終わりだからな。いや、俺これ別に間違ってなかったと思うけど。で、それでいて相手のラスワンが霊獣ランドだったら負けるんだよな。でもこれグラススライダーで縛られてる状態でもあるから、ここ海洋が受け出さないといけないと思う。
これで海洋が確定2発取られたらもうしんどいけど、耐久に振ってて当倍技で確認はさすがにねえだろう。あーいや、これ草寺だったらやばいかもしんない。これやばいか、もしかしてグラスラ。いやだとて、いやギリギリだ、ギリギリだけど大丈夫だ、大丈夫、耐えそう、次も耐えそう。ただドラムアタックになったらわからん。ここは直帰奪ってるから冷凍ビームで倒しきれると思うけどね。グラスラしかない。いやじゃあ次も絶対耐える。急所でも下手したら耐える。うん、が急所に当たらんでほしい。急所だったら落ちてるか。ゴリランダ、よし、直球奪った分ゴリランダ取り切れて、いやこれエルフーンのすり替えも結果的にはうまかったわ。だってこの冷凍ビーム相手に突撃直帰残ってたら多分倒せてないからね。いやこれオーニューラは無理じゃね。あ、グラスシードのやつか。いやーそうか、ごめん、これはね多分負けですね。あ、ごめん、ちょっと雷なんか打つんじゃねえよ、雨降ってね。いやこれはダメだ。そうか、いやーでもこれはね、あそこでウーラオスで海洋ガに対して水流連打を打った判断は別に俺後悔はしてないわ。霊獣ランドだったら受け出されて起点にされるし、で俺がだいぶ後手に回るし、オーニューラでもこの死に出しオーニューラでインファ半減っていう状況作れるからな。うん、いやこれは多分まあ何も耐えないと思う。インファは耐えない。ありがとうございました。いやこれは海洋が使いとして相手に一歩上を行かれたな。いやまあいい試合だったわ、ありがとうございました。マッチングしました。トモヌさん対戦お願いします。相手の禁電枠はミライドン、そして水オガポンにペリッパー、パオジアンに羽ばたく神輪流という構築。ミライドンにエルフーンが割と有利なんだよな、タイプ上は。だからエルフーンから入って、で海洋ガも出す、エルフーンの追い風かで海洋ガを動かしていきたいんだけど、まあ、もちろんのこと水オガポンには注意が必要で、水ガポンじゃん相手、ウーラオスの通りが悪いんですよ、まあ、パオに対してはウーラオス強いけど、だからこの試合ブリジュラスを出すべきなんじゃないかって思うけど、いやただまあウーラオスでうまいこと読みを通せば、例えば水オガポンに対してインファイトを当てるとか、逆にインファイト読みの羽ばたく神に対して水流連打を当てるとかやりゃいいけど、もちろんペリッパーも苦手なんだよな。いや羽ばかみも重いっちゃ重いし、ごめんこれねウーラオス行くわ、ウーラオスで勝負する。さあ相手の先発はパオジアンだと。パオか、これはちょっと不穏だな。これ追い風巻いて終わりになるのはあまりにももったいないと思うんだよな。ウーラオスで受けに行くわ、ウーラオス出して、でどうせタスキなのと水流連打でこだわんの絶対良くないから、インファイトを打つもまあなしじゃないけどちょっと微妙な気がする。アイススピナーだったわ。いや堅実な人だこの人。しかもダメージエグすぎ、半減技でこれはやばくない。一回トンボ返りで対面操作に仕掛けましょうか。パオは引いてくる、まあ、ガポンだよな。お前インファイト打たれたらどうするつもりだったん。おー、しかもまあまあいいダメージが出てゆく。インファインファでぶっ飛ばせてるような気はするけど、まあ別にいいか。ここはエルフーン投げて、追い風でもいいような気はするが、アンコール打たれたらうざいか。まあただガポン側からエルフーンに打点がないっていうのもまた真だと思うので、一回追い風打っていこっか。ガポン引いてきた、まあパオジアンなんじゃない、パオジアンですわこれは。まあ実際のところもう追い風からのムーンフォースでこのパオジアンの気合のたすき剥がして、あとインファイトで一貫作ればまあ終わりみたいなところあると思うけどね。あと1ミライドンでしょ、これムーンフォー打つわ、通りましたね。なんじゃこれ、あすごいダメージが入っていく。あーお盆型なんだ、お盆型じゃあ研磨あるやつだ。あーいやわかるけど、わからんでもないけど、それどうするつもりなん。次のムーンフォースで死ぬけど大丈夫、ウーラオスがつぶても不意打ちも耐えるはずだけど、エルフーンにテラス切ってしまってもいいぐらいの話な気はしてくるけどな。
いや一応未来ドン対策で海洋ガニテラ電は残した方がいい。ムーンフォース打ちましょう。いや何やってんのパオジアンは。何をやっているんだ。剣舞なんか積んでくんじゃねえよ。起点特化でムーンフォースないと思ったんかな。まあ、ちなみに剣舞をワンコールするは無理だからね。あの悪タイプにいたずら心効かないんで。未来ドンだ。未来ドン来たぞ。やっぱり相手のラストワンは未来ドンで、未来ドンに対して何を打ち込んでいくかだけど、追い風残りワンターンなんですよ。追い風ワンターンすげえ不穏な感じがする。いや、これね、プラン決まったわ。ここすり替え打ちます。相手の電気技半減で、ドラゴン技無効だから、まあ、サブウェポン打ってくるか、まあ、または電気技でご利用してくるかの二択でしょ。ここすり替え打っちゃう。で、脱出ボタンを相手に押し付けるわ。そうすれば仮にスカーフだとしても奪えるでしょう。まあ、とりあえずアイテム見せろ。脱出ボタン押し付けて、こっちはアスカーフだ。いや、危ねえ。これスカーフむっちゃ危ないからね。僕あの、相手のスカーフで俺のスカーフウーラオスの上取られてたから、これむちゃくちゃ危ない。それでいて、このオーガポンに補助技があったら、追い風を打ってしまうと、こう、起点にされてしまうんですよ。だから、ここはもうムーンフォース、ムーンフォースでできるだけ削る一択だと思う。まあ多分、宿り際効かねえけど、あ、まあまあいいダメージ出てんじゃん。ウッドホーンで HP は奪われるわな。そうだね。いや、それでもなんか、結構かかりそうですけど大丈夫ですか？結構時間かかりそうだぞ。いや、これもうムーンフォー連打でいい。ミライドンを残り3匹でタコ殴りにして勝ちでいいんじゃないですか？次のムーンフォーで倒せるか。で、毎回毎回特攻ダウン引くよな。これほんとイラつくんだよな。あの、自分が引いてもイラつく。あの、ムーンフォース強すぎるから、命中100、威力95の 30% 特攻ダウンなんても強すぎるし、しかもこれも 30% 絶対詐称されてる。相手のはばかみに打たれても 100% 引くんだから、その 100% なら 100% って書きゃいいんだよ。このあたりを詐称してるところ、だからゲーフリも反射なんだってよ。ゲーフリは反射だから、こういうところの、この試合の重大な要素みたいなところの数値をね、平気な面して改ざんするんだよな。で、詐称すんの。反射がよ。で、エルフーンの仕事量えぐくない？エルフーンの仕事量がもうすごすぎる。スカーフ奪ってんのがもう偉すぎる。これで、まあ、多分上からムーンフォースを打てるんですよ。一発。で、スカーフーラオスでインファ打った後に、最後海洋ガでテラス切って殴り合えばいいんじゃないのかなと思うので、まあ、ここは一旦普通にムーンフォースで切っていきましょう。あ、しかもテラスすら切らないの。まあまあいいダメージもらっちゃってんじゃねえかよ。テラバーストか。なんでテラバーストなんだ。俺のラスワンが、海洋ガじゃないとでも。しかもこれ、足元の電気も消え去ったから、火力が 1.3 分の1になってるのか、1.33 分の1になったんか、特攻が。これは自利品だと思うぞ。で、ここはウーラオス投げていくんだけど、テラバースト採用ってことは、テラスタル電気じゃないんだよ。フェアリーか氷、あたりが妥当か。まあ、インファイト打っちゃっていいような気はしますけどね。フェアリー一点読みだったら水流連打だけど、まあ、インファイト打つわ。あー、いや、通っちゃった。死ぬんじゃない？ありがとうございました。海洋が出すまでもなかったな。エルフーンがもう MVP すぎる。このエルフーンなかなかいいんじゃない？ということで今日はここまで。この海洋が、いや、なんで陸に上がってくんの？なんで陸に上がってくるんだよ。せっかく海で撮影してんだから海に帰れって。あのね、この方の海洋が良かったんじゃねえの？いや、今ね、スカーフ潮吹き型の海洋がそれほど強くないっていうのはみんな感じてることだと思うんだ。SV ランクマ環境では、まあ、別のポケモンとのコンビネーションを含めて、こう短期で戦うんじゃなくて、こうギミックを絡め展開的に戦っていく海洋が強いと思う。なんかそういう火力を出すエースとしての役割と、こう雨を展開する展開要因としての役割、この二つを合わせ持たせた海洋が、これが考え方としては、この SV ランクマ環境には適しているのではないのかなと思いました。でな、寿司風情が海の王に喧嘩を売ってくんじゃねえよ。喧嘩を売るな。あと海洋川なんで逐一陸に上がってくんだ。陸に上がるな、お前も。これの挙動がよくわかんねえ。なんでこの海のポケモン、海に生息するポケモンをわざわざ海に放ってるのにさ、陸に上がってくんの。
この SV のランクマ環境で海洋画を使っていくんだったら、この方はなかなか刺さるんじゃないのかなという提案だったので、まあ、ぜひみんなも参考にしてみてくれ。俺の海洋画の育成論は概要欄に載せてあります。では以上、ご視聴ありがとうございました。朝日が死んで闇夜がめぐれ、外れ確定のカードをめくれ、一生いっぱいじゃ一生終われない、誓いと一緒に歌う案内。朝日が死ねばあいつらは眠れ、暗がりで一人命を削れ、あの日死んだまま生きたくもない、俺が死ぬ日の頭上に雲はない。